どうも、レムです。今日はですね、サッカーのために必要なトレーニングを紹介していきます。結構筋トレ的な要素が、今回もあるわけなんですけど、僕はスペイン行ってすごく感じたことはですね、スペインの子供たち、もう中学生ぐらいから筋トレはしてます。確かに重量は使ってないんですけど、筋トレすごくやってるんですよ。その代わりに日本と違ってやらないことが有酸素ですね。日本だとすごい有酸素をやってメンタルを鍛えるみたいなのがあるんですけど、スペインではちょっと非科学的だねってことで、サッカーで体力を鍛えます。有酸素で体力を鍛えます。こんな話は置いといて、トレーニングをやっていきます。で、動作ですね。動作はこの状態から横に降りて上がる、降りて上がる、降りて上がる、この動作ですね。で、注意点はですね、しっかりとかかとからぐっと踏み込んで、膝が外側とか内側に入らないようにまっすぐ行っていきます。で、膝がこう内に入ったりすると、この靭帯がすごく切れやすいので、そこに気をつけてください。で、こっちが10回終わったら逆も10回ですね、足を上げて、そして、で、蹴って戻る。出して、蹴って戻る。で、この時に足をつかないようにすれば、バランス力も鍛えられるので、このようにですね、はい、行っていきます。いかがでしたか？グッドボタンとチャンネル登録もお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。